わー、なんと明日から修学旅行2泊3日ということで、持っていく荷物を紹介していきたいと思います。イエーイ、今からめっちゃ楽しみだし、ちょっと緊張してます。で、持っていくものはじゃん、このリュックとお気に入りの、ピンクラテのとレピピアルマリオさんで買ったじゃん、このボストンバッグです。ではまずリュックの方から紹介します。ではリュックサックの持ち物を紹介しつつチェックしていきたいと思います。で、じゃん、こんな感じです。で、これ本当にお気に入りでいつもよく使ってます。で、キーホルダーはじゃん、シナモロールです。ではまずこの一つ目のポケットから紹介します。で、そう、水筒とかペットボトルなんですけど、それはまだ入れてません。当日入れていきます。で、よし、ここにはまずちいかわのうさぎのね、じゃん、ハンカチ、これお気に入りと、あとキティちゃんのティッシュ、そして、よし、あとか、時計。これは持っていかなくてもいいんですけど、一応持っていきます。で、ここ以上です。で、二つ目は結構荷物がない、パッパ行きたいと思います。で、汗拭きシート。そして、じゃん、これはウェットティッシュです。今回は結構サンリオ系が多めかな。で、あとは、あ、これ扇風機が持っていけないので、扇子持ってきます。これはお母さんから借りました。そして、あ、そう、一応酔い止めです。まあ、酔い止めは、一応ないとは思うんだけど、一応予備で、ね、もしよったら大変なので。で、三つ目は、結構ポーチも多め。サンリオの、じゃーん。あ、これお絵かきさんとコラボなんです。で、中身は、まあ、日焼け止めは明日使って入れようかなって思ってるんですけど、一応、櫛とか入ってます。あと、虫除けも。で、そして、あともう一つポーチがあって、こっちには、まあ、キャリーブ。もうこの絆創膏ほんとおすすめ。と、無比とか、そういう感じです。あ、衛生用品って感じかな。で、あとは、雨具、傘と、この、レインコート。そして、まあ、あとは、あ、そう、これ可愛くない？瞬間冷却パックのキティちゃん版でーす。これはなんか、こんな感じで柄も可愛いの。使うのが楽しみ。で、あとは、筆箱。そう、今回ペンケースでも OK なので、私の好きなカワウソ、まあ、持っていきます。中身は、まあ、いろいろ入ってます。よし。あとは、一応、マスク。そして、あと、ハンカチ、一応、予備のと、あと、お土産とか入れれるようなエコバッグ。あとは、上着とか、あとは、そんな感じかな？で、こんな感じ。以上でーす。で、そう。で、上着は、じゃん、こんな感じ。まあ、ちょっと寒いって時、例えばバスの中で冷房強すぎた時とか、そういう時に着れるような薄いものです。で、部屋着を紹介したいと思います。一着だけ。で、シーンで買ったんですけど、ケアベアのね、じゃーん、可愛くない？これ。私の好きなピンクにケアベアちゃんたちがいる感じです。で、あと、まあ、靴下もやっぱり履くじゃないですか。で、シーンで同じ種類の、まあ、そういうので、じゃーん、見て可愛くない？ケアベアの紫のものです。これでちょっとモチベ上げて楽しみたいと思います。で、お土産はなんと2000円以内らしいので、上手に使って、また紹介したいと思います。で、まあ、こんな感じで、もう荷物チェックしたんですけど、忘れ物もゼロだったので、あとは水筒とかちゃんと入れて、もう忘れ物ゼロで行きたいと思います。ちょっと、まあ、修学旅行行く子がいたら、ちょっとでも参考になったら嬉しいです。バイバーイ！楽しみー！では、修学旅行行ってきたいと思います。イエーイ！楽しんでいきます。じゃあ今日のこれこんな感じ、バッグもいい感じです。